にちは、貝柱です。みんなみんな、いつもありがとうありがとう。映画に出ます。主演です。ホラー映画です。なんと監督、白石浩二監督です。なんでこんなひそひそ声って感じなんですけどね。ありがとう、本当にみんなのおかげで。映画初主演です。ダブル主演でですね、有川舞子さんというね、素敵な、俳優さん、女優さんと、主演を担当させてもらいました。素敵なホラー映画になってます。ファウンドフテージものといいますかですね、あの類のモキュメンタリーとか、あの系列のね、もう白石さんの世界になってるんで、ぜひ見に来てほしい。もうみんな、もうみんなのせいみんなのせいみんなのせいっていうか、こういう映画に出れてるのも本当にあなたたちのおかげですから、ぜひちょっと晴れの舞台というかね、子供が、親が、両親が、我が子のなんか発表会とかね、合唱コンクール見に来る時のドキドキ感みたいなの持ち合わせつつ見に来てほしいんですけど、あ、日にちを言うの忘れていた。10月の13日ですから公開します。場所が、今決まっている映画館がヒューマントラストシネマ渋谷という、映画館ですね。で、決まってまして、10月13日から。タイトルが白石浩二の決して送ってこないでくださいって。これね、もしですね、こうみんなが見てくれて、こうバーってお客さんがね、言うたら、映画館にこう公開された時に早、たくさん来てくれたら、公開関数がこうやって順次広がっていく可能性もあるから、何卒よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっと情報解禁したばっかりなんで、まだ言えることが少ないんですけれども、まず、そういうふうにがっつり、もうとにかく主演で出させてもらってますということで、本当白石浩二監督ありがとうね、くだことありがとうねってありがとうね、もうすごく、もうめちゃくちゃ友達みたいな感じでありがとうねってなっちゃったけど、でも本当それぐらいね、いい人なんですよね、あの人。めちゃくちゃ雰囲気も柔らかいしね。白石浩二監督って言ったら貞子 VS 加代子ね、あれも最高でしたけれども、僕がもう最高に、もう人生のベスト級に大好きなのは愛してるっていうね、もうこの映画ね、もうマジで最高なんだけれども、とか、あとは、怖すぎシリーズね。怖すぎシリーズって、もう9月にもまた最新作出ますけど、あれももう最高だし、で、もうあんたたちがもう大好きそうなのは、もう呪いとオカルトとか、もうあの辺も最高に怖くてエンターテインメントで面白いですけれども、もうあの人の作品に出れる、これは嬉しい嬉しい、おらしゃしゃ、ありがとうございますだよね。だからみんなと白石監督にまずありがとうございます。予告とかがもう、こう簡単な30秒ぐらいの短めの予告はもう公開されてて、それが YouTube とかにも上がってるのかな。それあれリンク貼っときます。で、Twitter、 あ、 X か、今 X っていうのか、あれ X の方でも公式のアカウントがつぶやいきしてくれてるから、それぜひよかったら、これはもう拡散してもらえると、みんなリツイートとか、これリツイートっていうかリポストっていうのか、その辺も拡散してもらえたら嬉しい。これが少しでもちょっと多くの人の目に、あ、こういう映画あるんやな、へえ、行ったろ、トントントンっていう気持ちになるように、本当に皆さんの力が、もうみんなの、もうお前さん方のお前さん方、保護者の保護者だよ、もう親だよ、もう保護者の力が必要です。もう貝柱の保護者だよねね、本当にありがとうね。もうダーッとやってて、ずっとね、みんなにも俳優活動をやりたいんだっていう話を前からずっとしてたじゃん。もうずっと何年も前からさ、それがちょっとずつちょっとずつ実を結んでて、今年とかはドラマにも2本出させてもらってね、すごくそれもありがたいね。これはみんなもおかげなんだけど、さらに映画だなんてね、本当にありがとうねってことですから、ぜひともちょっと晴れの舞台というか、息子の晴れの舞台をね、ハラハラしながらこうハンカチ握りしめてお母さん、お父さんお母さんみたいな感じでね発表会のお父さんお母さんみたいな感じで見に来てくれたらと思う。本当にありがとう。出演者にですね、ちなみに僕以外にも沖田祐樹くんって、ほら僕がいつも仲良くしてる子いるでしょ、芸人さんね、あの子も出てるから。
これね、白石浩二の決して送ってこないでくださいっていう、これ公式ツイッター、あ、X アカウントがありますから、ぜひフォローとかもしていただけるとですね、最新の、情報がね、ここで見れますから、はい。フィルマークスにも載ってる白石浩二の決して送ってこないでください。これもぜひ、見たいマークを押してもらえると。見たいマークを押してもらえると嬉しいな。というわけでね、今日はもう簡単な告知ですけど、また続報が出次第言います。まずは、とにかく、公開日が10月13日。2023年の10月13日。Hey, say, 10月13日。say, ね。その日をまずは開けといてもらえて、その周辺ね、パッと来てもらえたらと思います。じゃあ、そういうことで、かよしらでした。ありがとうね。バイバイ。